じゃあこんにちは。はい、さあ豊さん、はい、撮ってください外国人なあ。はい、いや日本人も今年、はい、なんか自由契約になる人たちが、うん、言葉悪いかもわからないけど、うん、まだまだできる方策っていう感じがするけども、はい、対談していくね、うん、自由契約になった外国人の中でも、はい、まだまだできそうな、そうですよね、可能性を秘めてる外国人がいるなっていうね。例えば去年でいうと、はい、巨人のポランコ選手が自由契約になって、はい、その後ロッテが獲得して、はい、まあ、今シーズンホームラン王だからな。そうなんですよ、うん、ということは第二のポランコ選手探せという、まあ、ポランコはやっぱり守備の面でちょっとね、はい、だから DH があるパリーグがあってだというふうに、うん、思うけども、はい、まあ使えそうなのはいるよ、うんうん、いますよね、はい、まあ、結構今年もあの球団から自由契約だったり戦力外に退団なる外国人選手多いんですけれども、はい、主な選手をちょこっと挙げていきます、まあ、日本ハムからは投手としてはガンとマーベル、メネス、はい、で内野手でアルカンタラ、アンソンというところで、はい、豊さんどうですか。いや俺は一押しはアルカンタラだ、うんうん、ツイッチヒッター、はい、まあ、守備の面は、まあ、さほどそうまくはないけども、はい、打つ方は両方で打てるということと、やっぱパンチ力も体小さいんだけど、はい、結構あるんだよね、うん、でこれ使われようによってはできるなって、はい、で日本ハムでなぜ使われなかったかっていうと基本セカンドの選手なんだよね、はい、でもやっぱりそこら辺には日本人を置きたいとか、うん、若手で有望な選手もいたから、はい、なんかちょっと弾き出されたりだとか、うん、まあ、外野に回されたりだとか、そのうち万波が成長してポジションがなくなったとか、はい、まあ、そういうことはしたんだけども、1シーズン見てみたいなって思うのはアルカンタラかな、うん、まあ、あの去年加入してきて、去年が97試合で2割9厘、はい、で今シーズンが少なかったんですけど、はい、41試合で2割4厘と。いうところで試合数をもっと出続けた方がいい、そうすればもうちょっとパフォーマンスもさらに良くなる、上がってくると思うよ、うん、俺はね、うんうん、セカンドで起用でいいんですか。まあ、場合によってはファーストっていうこともあるけど、ファーストだったらもうちょっと打ってくれないとな、うん、だからまあでもセカンドは十分できると思う。例えばどの球団アルカンタラみたいな選手取ったらいいよ、セカンドどうでしょうか。まあ、セカンドいるからな結構中日、まあ、中日でも面白いし、うん、二遊間が外国人選手って、まあまあまあね、あるけども打つことに関しては、まあ、率がね、はい、2割ちょっとだけども、俺はずっと使い続ければ2割6、7分、はい、打って2桁ホームランを打てるんじゃないかなっていうな感じはしてるんだけどね、はい、そのぐらいだったら日本人でいいよっていうんだったら、うん、まあ、話は別だけども、とりあえずいるっていうことになってくるとアルカンタラなんかはいいと思う。そうですよね、うん、だあとセカンドでちょっと欲しいなって思ってる球団があるんであれば、まあそうだね、いいですよね、うん、だから、まあ、例えば、まあ、西武でもね、セカンドやらせて、はい、外崎をサードっていうことも考えられるし、うんうん、まあ、中日もそうだよね、はい、考えてもいいと思うし、うん、そうだな、まあ、そのぐらいかな、うん、俺はいいと思う、うん、豊さん去年から評価してましたもんね、アルカンタラ。アルカンタラはね、うん、俺は嫌いじゃないね、選手の形としたら、うんうん、さあ続いてはやっぱこう阪神からケイケラ。あ、そうですね、ケイケラ、B ケラ2人ともいなくなったんですけど、そうそうそう、 B ケラの方が途中でいなくなった。はいはい、はい、でケイケラ投手は、まあ、対談というところで、まあ、阪神の投手陣の中で入っていくっていうのは難しいかもわからないけど、俺は使えるような気はする、うん、当初そのクローザー予定ではあったんですよね。クローザーもね、そうそう、出花くじかれたからな、はい、カーブ打たれる、カーブ打たれるって、カーブ投げんなと思うんだけど防御率ひどいことになっちゃいましたね。ひどいことになっちゃったね。そうなんですよ。いやだから取っかかりだけだったんだよね、うん、それでもなんかこう怖がっちゃって投げれなくなったというかさ、うん、だから環境を変えてあげると働きそうな感じはするけど ね、はい、ね、ちなみに今シーズン27試合に登板して防御率が 1.71、はい、1セーブ8ホールドという成績で、はい、まあ、そう悪くはないよ、ね、まあ、悪くはないよね、うんうん、ただやっぱりそういう印象がついて回るからさ、はい、レッテルというかね、色眼鏡というか、まあ、そういう感じで見られるけども、はい、俺は使えそうな感じはするんだけどね、うん、例えばどこの
球団とかハマりそうですかね。セリーグはいいのかパリーグいいのか、球場広いところの方がいいのかとか。まあ広さはあんまり関係なくても、例えば広島とかね、もっとその中継ぎを厚くするんだったら、はい、このピッチャーは面白いと思うし、まあ、DeNA も面白いよね。 DeNA はい、うんうんうん、もう面白いと思うし、そうだな、まあ、ヤクルト、はい、もうセリーグ、うんうん、巨人は3枚取ってるからね、はい、だからその3枚がどういう使われ方するかわからないけども、うん、場合によっては行っても面白いからね、うん、おお、うん、あ、じゃあ本当にまだ日本で阪神以外できる球団っていうのは多いですよね、うん、そう考えると。まあそんな自滅型でもないしね、うんうん、コントロールも悪くはないし、うん、ただカーブの時ちょっと緩んだりとかする癖はあるんだよね、はい、だからバッターに察知されて打たれるっていうことはあるんだけども、それをクリアできたらもうそこそこやるんじゃないかなっていうのは気はしてる。おお、じゃあケイケラー投手第2のポランコ選手ということで、はいはい、で豊さんが挙げていた横浜なんかいいんじゃないかなと言っていた横浜がエスコバー投手から、はい、まあ、アンバギー外野手、はい、あと外選手とかも球団は一応残留してくれるようにエスコバー投手も話しているらしいんですけれども、うん、分からないということで。まあ分からないね、エスコバー外アンバギー、それはエスコバーが自由になるって言ったら取る球団多いよね。ですよね。で本人は他球団の評価も聞いてみたいと言ってるもう日本人みたいなこと言うな男は黙って投げるだけだった、男は黙ってサインしろみたいなさしませんしないんだな、はい、でこれ交渉がうまくいかないとなった場合は、もちろんね実績ある投手なのでそれは他の他球団は、まあ、そうだね、はい、ソフトバンクなんかは加山を切ったじゃない、はい、左の変則を、だからこういうエスコバーみたいなピッチャーが一人いてもいいのかなっていう、うん、ただ外国人が飽和状態になっちゃうからね。そうですね、枠もあるし、うん、そうだね、うん、だオリックスだって可能性はあるよな。オリックスって左っていうのはなかなかいないから、はい、右で優秀なピッチャーはたくさんいるけど、うん、左で中継ぎって言ったらちょっと手薄かなっていうふうに思うから、はい、だからオリックスもチャンスあるし。そうですね、うん、ここまでのところパリーグですね。まあ広島だってあるよ。あ、あるのか、うん、どこのチームも欲しい。いやいや、これだけ力があって、はい、男は黙って投げるだけって、うん、投げてくれるピッチャーってなかなかいないからさ。そうですよね、丈夫だしな、うんうん、だからこれは横浜とうまくいかなかったとしたら、はい、それはどっか取ると思う。そうですよね、争奪戦になると。引く手あまたでしょうね、はい、あと、まあ、外選手も今球団側は交渉続けているそうなんですけども、これ条件が合わないってなると他球団の話も聞きたいわけでしょ。外は分からないんですよ。あ、外はね、はい、あ、外どうなんかな、力が落ちたのかそれとも状態が悪かったのかっていうのはちょっと見極められないんだよね。もうこのぐらいの力でしかないっていうんだったらちょっと寂しいよな、うん、そうですね、うん、あの2年連続でホームランを取った、うん、はい、まあ、その面影はなかったからね、うんうん、たまに打ってくれたけども、はい、うん、まだ打てるとは思うけどもどうなのかなっていうような感じですよ、ね、そうです。その前はファーストでっていうことには他球団も、いや、ファーストしかできないから、ね、DH とか、まあ、DH でもいいと思うよ。 DH でもいいけども打てるかなっていう、なんか今年の状態を見てるとちょっと自信が持てないな俺は。それかまた球団がちょっと年俸を下げてでも単年だったりとかで来てください。他球団の話聞きたいんじゃない。ちょっともう聞きたい。エスコバーに触発されて、あ、それもだからちょっと分かんないな外はね。そうですね、うん、で、ヤクルト、はい、ピッチャーエスピナル・ピーターズから、キラと、はい、キラはあの一軍登板なしでいなくなっちゃいましたけれども、はい、が、自由契約です。ピーターズだなピーターズをあの自由契約にしたのは結構ファンもびっくりしてました。まあそうだね、うん、しっかりゲームは作れるしね、はい、ただねスタミナの問題があるんだよ。スタミナ、うん、だいたい5回なんだよね。7回まで行った試合もあるけども、でも6回行かそうとすると6回でやられるとかさ、うん、結構スタミナ面で少し物足りないところは。そうなんですね。ただ5回まではやっぱこうしっかりゲームを作ってくれるしね、はい、だけどその後の負担を考えるとさ、はい、外国人ということを考えるといらなかったのかなっていうの感じがするよね。そっか、
か、まあ、今シーズン先発で6勝5敗防御率 3.22、はい、援護があるともうちょっと勝ち星は伸びてたと思うんだけども、はい、まあ、援護点がね今年ね相対的にそのヤクルトっていうのは取れなかったから、はい、だからまあピッチャーに負担はかけたと思うけども、はい、まあ、その中でもその5回までは安定した投球はしてくれた。ただそうね、やっぱなスタミナもうそれだったら若手を使った方がいいんじゃないかとか、うん、そうですね、だからスタミナの課題、まあ、31歳でこれからついていくとは思えないんだよね、うん、まあ、これが20代半ばとかだったら、うん、そうそうそう、まだあれなんですけどっていう、うん、だから、まあ、ただその5回まででいいとか、うん、まあ、6回途中まででいいって、うん、5回3分の1とか、はい、5回3分の2でもいいというような球団があるとしたら、はい、安定はしてるピッチャーだよ。そうですね、うん、そこそこ、うん、ただ欲しいチームってなかなか上がれないですかね、名前は。まあそうだな、なかなか、まあ難しいよな、中継ぎが充実してて、その6回からつないでいけるっていう風になればいいけど、1シーズンを考えた時に1イニング人より少ないっていうのはさ、やっぱ後ろの投手陣を考えると負担になるなとは思うよね。だピーターズが投げるときには必ず、ね、6回から中継ぎを投入しなきゃいけない日っていうのが、そうそう、そらね、もう4回つなぐって大変だから今の時代。そうですね、そこまでのリスクを負ってまでっていうのは確かに、ただ、ね、あの投手としたらいけると思う、うん、もうちょっとスタミナをつけてくれれば本来はいけると。だからね、オープナーのね3イニングピッチャーだったら抜群だと思うすごい限定的な日ですよね。まあまあだけど5回まではね投げれるピッチャーだからね。まあそうかそうか、うん、そういうことも含めてどこか取りたいところがあればというところです ね、はい、あとは、カープがマークブルーム選手、はい、打者ですけれども、うん、とまあ契約なしということ。まあ2年間だっけマークブルーム、はい、見たけど、そうだな、伸びしろがあるかっていうと今年来たデビッドソンほどないんだよね、うん、デビッドソンはなんか化ける可能性があるというか、うん、まあ、タイミングの取り方、打ち方とか、うん、そういうの見ててね、マクブルームがこのままいて、うん、じゃあ覚醒していくかというと、はい、ちょっと疑問だな、うん、疑問、疑問。そこは例えばアルカンタラ選手とはどの魅力のあるっていうのとは違うんですか、ね、ちょっとね、アルカンタラ柔らかさがあるんだよ、うんうん、だからチャンスをもらいながらそれをものにできなかった、はい、っていうのが、まあ、2年いたわけでしょ。だいたいいい外国人って1年目は、まあ、そこそこ、あ、来年も見てみようか、で2年目でだいたい化けてくれる選手がいるわけだけども、はい、まあ、なかなかちょっとなんかそういうところが見れなかったな。しょうがないかっていう感じですね、はい、あとまあ中日、はい、アルモンテアキーノロドリゲス、うん、まあ、あのロドリゲス投手はね、もういないなのであれなんですけど、どこ行っちゃったんだみたいな感じだよな。いや今どこにいるのかも分かんないんですが、アルモンテアキーノ、まあいらないな。あ、いらない、そうですね、うん、ちょっと活躍できなかったですからね。まあそうだね、うん、もちろんこの中に名前の入ってない選手もまだまだいるとは思うんですけれども、はい、まあざっとちょっと紹介した中で、伊藤さん、なんか特別枠が、特別枠はなそれということなんですよ。徳島インディコソックス、独立ですか。独立、はい、マルティネス29歳、はい、最速164キロ。あれ前動画で、前動画だった、なんでこの選手がみたいな撮ってくださいって言ってましたよね。いやいや、あ、撮ってくださいっていうかさ、はい、これはね、一回こう球団に入れて、うんうん、育成でもいいから見てみると面白いかも分かんないよ。育成でじゃあちょっとあの年俸金額を安くして、うん、抑えて単年でっていうことですか。単年でも2年契約でもいいけどさ、まあ、29歳っていうことになってくると、うん、そうだな、まあ、1年2年の契約で、まあ、育成からスタートで、まあ、ちょっと見てみても、やっぱ球が速いっていうのは魅力だよね。164はそうですね、抑えだったりして、うん、それで数値的には2つの三振を取ったら1個のフォアボールを出すっていうような、はい、まあ、そのぐらいのピッチャーなんだけども、うん、そんなにはどちらからない、どちらからない、うん、だからこれはね、見てみても面白いかなっていうふうには思うけどね。ただ徳島インディゴソックスは一応対談にはなってるんです。いや、どこがもう手を出してるかもわかんない。なんかだから対談したかもわかんない。ネット上なんですけど、はい、どうやら渡辺 GM、 これあの西武の渡辺 GM が今徳島にいる
シート。いや、もうこれプライベートかもしれないですし、もしかして可能性はなくはない、ね、マルティネス見に行ってるみたいな、まあ、いや、もう見れないから。ああ、もう投げてないのか。もう投げてないけど、接触して交渉してるかもわからない。だ今年で言うと、まあ、西武は一番後ろを収めてたのが増田投手、はい、でやっぱり年齢的なことだったりとかもあって、うん、増田はちょっと苦しくなってきてるよな、うん、ってなってきた時に平投手が先発に回って、やっぱりこの8回9回、まあ、まあ確かに9回の部分っていうのはな、うん、まあ、いろんな選手を使いながら増田使う、はい、増田使ったら打たれるとかね、うん、そういうことの繰り返しだったから、はい、球団に入れて見ても面白いと思うよ、うん、本当に。そうですよね、育成枠でもいいので、うん、だ化けたらすごい投手に。化けたらお化けになっちゃうよ、どんな選手なんだろう。オスナとか。いや、そこまでお前言い過ぎだよ。言い過ぎか。40億出せないでしょ。いや出せない。だけど164出るってのは、いや魅力だよね。魅力ですよ。まあどんな投げ方したって164キロっていうのは魅力だし、うん、それは簡単に打てる棒じゃないしね、はい、だからまあ魅力はあるけども、うん、それまでこうプロの手が伸びなかったっていうのは、うん、何か欠陥があるのかもわからないけども、そうなんです、ね、でもそれが修正できる結果であれば、うん、全然問題はないよね。そうですよね、うん、久保コーチ巨人いや、もうでも面白いと思うよ、うん、そうです、ね、取ってて損はないと思うけどな、来てくれるんだったら、うん、ですよね。そうあの、まあ、育成でも本当単年でも2年でも様子を見てからでもそこはないと思うので、そう、ね、いや、このぐらいのピッチャーだったらどこが取っててもいいと思うよ、うん、おー、いやいや、だって化けるか化けないかだからさ、うん、化けたら大化けする可能性もあるからね。そうですよね、うん、だからそういう意味では面白い選手が徳島にいるとね。だから金額さえね、あの、合ってしまえばそこはもう、いや、でもそれはもうドリームとして、うん、金額っていう小さなことは多分この選手も言わないと思うしね、うん、そうでしょうね。だから身辺のことだけはケアをしてあげたら、うん、あとはもうインセンティブでどんどん上がっていくからっていうような契約でやれば来てくれると思うけどな。そうですよね、うん、いやね、これ本当にあの西武がもし取ったらネット上で GM が徳島にいたのはこれだったんだなっていう、まあ、それそうだよね、答え合わせができるし、まあ、それ以外でもちょっと第2のねポランコ選手を目指して、いやいや、可能性はある選手はたくさんいるよ。そうですよね、はい、まあ、ちょっと新しい、まあね、新天地でちょっとまた花咲かせて頑張ってほしいなと思います。はい。